こんにちは、動画出し TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はお昼ご飯を丸亀製麺所でご飯を食べたいと思います。丸亀製麺所はいろいろな種類のうどんがあるので、うどんを注文してサイドメニューで天ぷら類などがたくさんあるので、好きな天ぷらなどを取ってうどんと一緒に食べられるお店です。天ぷらがあるんですが、ここでは天丼用のご飯が注文できるので、天丼用のご飯を今回は注文して天丼にして食べることにしました。選んだ天ぷらは大きな野菜の天ぷらとエビの天ぷら1本です。ご飯があって、その上にこの大きな野菜の天ぷらを乗せる。そうするとちょうど良さで、さらに1本だけだけどエビも乗せて、天だれがあるので、この天だれをかけて天丼の完成です。唐辛子 TV というチャンネル名でやっていますので、七味唐辛子をかけて完成です。この天丼早速いただいてみたいと思います。すごい大きい、サクサクでした。グッドボール、美味しかったです。これね、なかなか取れないぐらいね、大きい感じで、こんな感じです。でこれを天ぷらのタレもあるので、天つゆもあるので、天つゆにつけてちょっとバウンドさせていただきます。でご飯がまた天丼によく合います。で七味を足らないので、もうちょい辛くしていただきたいと思います。でエビを天つゆにつけて、やっぱりエビの天ぷらは美味しかったです。ネギがたくさんあるので、ネギを天丼の上に乗せていただきます。このネギがよく合います。後ろ誰か取ったのを気にしながらも食べ続けたいと思います。でこれだけの天ぷらをこう広げながら天つゆにつけて食べる、これがまたよく合うんです。でネギをもうちょいかけて、やっぱりもっとかけようと思っていっぱい乗せて、ネギだくの天丼、すごい美味しかったです。でこんな感じで食べ続けました。どうもありがとうございました。最後はお水で締めくくります。どうもごちそうさまでございました。まず亀製麺所で天丼食べてきました。美味しかったです。かき揚げがすごい美味しかったです。玉ねぎがすごいいっぱい入っていて、でサクサク。ただちょっと今お昼の時間とかではないんで、こう周りが激しい時間ではないんで、熱々ではなかったんですが、それでもご飯にすごいよくあって美味しかったです。これ多分お昼とかですごいいっぱいこう動きがある時間だと、もっと熱々で美味しいんじゃないかなと思いました。じゃあこれで終わりたいと思います。どうも動画を見ていただきましてありがとうございました。